ナンバーアンダーライン愛の2024年10月28日を密着滝沢秀明氏との感動ランチ自宅でのリラックス風景も大公開滝沢秀明ナンバーアンダーライン愛へ老いの言葉福井ライブツアー成功後のランチ密着メンバーの自宅公開ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって2024年10月28日はここ数日の忙しさから解放された安息の一日でした 福井でのライブツアーを成功させた彼らは、朝のひとときを自宅でゆっくりと過ごし、久しぶりにリラックスした空気を満喫していました。心も体もリセットする時間が必要であることをよく理解しているナンバーアンダーラインアイのメンバーたち。この日、彼らの昼には、事務所のトップである滝沢秀明氏とのランチの予定が入っていました。彼らの成功を心から喜ぶ滝沢氏は、メンバー一人一人に温かい言葉を送りました。 平野章には、ステージでの圧倒的な存在感と表現力に対して感謝の言葉が述べられました。平野が、透明になりたいと歌った瞬間、会場の空気が凍りつくほどの静寂と感動に包まれ、多くのファンが涙したといいます。彼のパフォーマンスは単なる歌唱を超えて、まるで魂そのものが観客に語りかけているかのようで、滝沢氏も、君の声はファンの心に直接響く力を持っていると絶賛しました。 また、元優太には、その温かくフレンドリーなパフォーマンスが多くのファンに勇気と癒しを与えたことが称賛されました。ステージ上で観客に向けて笑顔を送りながら手を振る騎士の姿は、ファンに、彼は私たちのために歌っていると感じさせ、彼の一挙手一投足に多くのファンが心を奪われたといいます。最後に、神宮寺優太には、その一貫した真摯な姿勢とプロフェッショナルなパフォーマンスへの姿勢に感謝の意が表されました。 神宮寺がステージで見せる力強いパフォーマンスは、まるで観客のためにその身を捧げているかのようで、ファンがどれほど彼らを信頼しているかがわかると滝沢氏は誇らしげに話しました。昼食の後、メンバーたちは平野の自宅に集まり、リラックスした時間を過ごしました。ゲームをしたり、軽いおしゃべりを楽しんだりしながら、ここ数日間の緊張感や疲労を解きほぐしていました。ライブ後の緊張から解放された彼らの姿は、 まさに次に向けての充電を象徴するものでした。ファンとのつながりがどれだけ彼らにとって大切で、また彼らのエネルギーの源となっているか、こうした日常のひとときからも感じ取れます。福井でのライブは、彼らにとってもファンにとっても特別なものでした。特に、会場であるサンドーム福井のアットホームな雰囲気は、観客と彼らの距離を一層近づけ、心の通う交流を可能にしました。 観客席から見ると、ステージ上で輝く3人の姿がまるで夢のようで、彼らのパフォーマンスが一瞬一瞬心に刻まれていくのがわかります。観客の中には、アリーナ3列目という奇跡の席を手に入れ、目の前で見る平野の姿に、一生彼を応援し続けると心に誓ったファンもいました。また、遠方から参加し、彼らの歌声に涙したファンもおり、 彼らは私たちにとって生きる希望そのものとの感想も寄せられました。ファンの声援や手を振る姿に依頼ながら歌う騎士の姿も、会場中のファンの心に深く刻まれ、観客たちは口々に、ナンバーアンダーライン愛は最高だったと口にしていました。ライブ中に披露された、ILI は、特に多くのファンにとって感動的な瞬間となりました。狭い会場で彼らの歌声が響くたびに、観客は感動で胸を熱くし、 そのの歌声が心に染み込んでくるのを感じたと言いますまた、平野の歌声に触れた瞬間、涙が自然に溢れたというファンも多く、その情熱的なパフォーマンスに、彼らがファンを大切に思っている気持ちが確かに伝わったのだとファンは感じています。彼らは福井での2日間を通して、ファンと特別な絆を築き上げました。ライブが終わった後も、その余韻は冷めることなく、 ファンたちは次の公演を心待ちにしています。宮城でのライブが終わり、次の会場は兵庫です。この日、神宮寺の誕生日も控えており、ファンはどのようなサプライズが待っているか期待に胸を膨らませています。ライブツアーが各地で続く中、彼らはその土地ごとの温かい歓迎と出会いを楽しみながら、自分たちの音楽とパフォーマンスを通じてファンとつながる喜びを感じています。実際、 福井でのライブ後、現地のファンやサポーターたちが彼らを歓待してくれたことも、メンバーにとって忘れられない思い出となりました。地元の方が食事場所を案内してくれたり、店の予約をしてくれたりするなど、温かい交流が広がり、ナンバーアライン愛の人気が全国でどれほど大きいかを実感させられる場面が数多くありました。ファンにとって、彼らの姿を見て励まされる瞬間は、ただのエンターテインメントにとどまらず、 日々のののの生活の中でで支えとなるものですそして彼らもまたファンからの応援を力に変え次のステージへと進んでいくのですこのようにナンバーアンダーライン愛とファンが互いに影響を与え合う関係性は単なるアーティストとファンの枠を超えて家族のような深い結びつきを持っていますファンの心を震わせる彼らのパフォーマンスはその場にいる全ての人々の記憶に深く刻まれ その日を一生の思い出として残します。ファンたちは、次にまた会える日まで頑張ろうと決意を新たにし、彼らと再び心を通わせる瞬間を待ち望んでいるのです。福井での成功を背に、ナンバーアンダーライン愛はこれからもファンと共に進化し続け、さらに大きな舞台へと歩みを進めていくでしょう。その過程で彼らが紡ぎ出す音楽と、ファンと交わす一瞬一瞬の絆が、 ままた新た新な感動を生み出していいくに違いありませんこれからのツアーも、ナンバーアンダーライン愛とファンが互いの存在を確認し合い、共に成長する貴重な場となるでしょう。兵庫のステージが待ち遠しいと同時に、ファンたちは全国のツアーで彼らがどのような新しい一面を見せてくれるのか、心から期待しています。また、神宮寺由太の誕生日が迫る中、 メンバーとファンの間でどのような祝福が行われるかにも注目が集まっています。ライブを通じてファンと触れ合う中で、彼らはますます進化し、ファンとの絆も一層深まっていくはずです。こうしたライブツアーの魅力は、ステージ上のパフォーマンスだけでなく、彼らが全国各地を訪れることで、各地のファンと直接交流し、地域ごとの温かさや特色に触れられる点にもあります。福井のライブが終了した後、 地元の方々が彼らのために尽力し、食事場所を提案してくれたり、温かいエールを送ってくれたりする姿に、メンバーも感動したといいます。このような地元の人々との心温まる交流が、ファンのみならず n バーアンダーライン愛のメンバーにも大きなインパクトを与えているのです。ファンにとっても、日常生活の中で彼らの音楽やパフォーマンスに触れることは、明日への活力やモチベーションを得る手段の一つとなり、 アーティストとの距離感がぐっと近く感じられる貴重な機会です。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽とステージパフォーマンスには、ファンの人生の節目や困難な時期を支え、寄り添う力があるともいえます。ライブ中に披露される楽曲一つ一つが、ファンにとって、心の支えとしての役割を果たし、その歌詞やメロディーに励まされているというファンの声も多く聞かれます。特に IL、ILI のような感情に訴える曲は、 ファンの心ののの心ににに触れ、れれ日々の悩みや困難に立ち向かう勇気を与えてててくれるものとして大切にされています。あるファンは仕事で疲れた日彼らの音楽を聴くと心が癒されまた頑張ろうと思えると話しておりまさにナンバーアンダーライン愛の音楽が人々の日常生活に深く根付いていることを証明していますさらに今回の福井公演はファン同士のつながりを深める機会にもなりました ライブを通して集まったファンたちは、同じ思いを共有し、互いに励まし合い、友情を築くことができました。観客席では、お互いが初めて会うにもかかわらず、ナンバーアンダーライン愛への愛と熱意で一つになり、互いに声を掛け合う姿が見られました。こうしたファンコミュニティの形成も、アーティストとファンの絆をより強固なものにし、ライブの感動をさらに増幅させる要因となっています。 ライブに参加できなかったファンも SNS を通じて感想を共有し、写真や動画を見て楽しむことで、一体感を感じながら彼らを応援し続けているのです。そして、福井のファンから兵庫へ、そしてその先の各地へと、ファンからファンへと感動が伝播し、ナンバーアンダーライン愛の音楽とパフォーマンスがより多くの人々に届けられていくのです。ライブツアーは、ただの公演の連続ではなく、彼らとファンが互いに高め合い。 新たな物語を紡ぎ出すす場ですこの全国ツアーを経て、彼らがどのような成長を遂げ、どのような新たな一面を見せてくれるのか、期待は膨らむばかりです。今後もナンバーアンダーライン愛はファンと共に歩み続け、彼らの音楽とメッセージが新たな世代へと広がり、多くの人々の心を打つ瞬間が続いていくことでしょう。ファン一人一人の心に刻まれた彼らのパフォーマンスは、一生の思い出として残り、 それがさらに多くの人に伝わることで、新たなファン層を生み出していく可能性もあります。ファンとアーティストが共に成長し、深いつながりを持つことが、ナンバー・アンダーライン愛の魅力であり、他のアーティストには真似できない独自の存在感を発揮しています。彼らがこれからどのように進化し、新しい音楽を生み出していくのか。その過程でファンとの絆がどのように深まっていくのか。ナンバー・アンダーライン愛は、 今後もファンと共に新たな挑戦を続け彼らの歩みがどこまでも続いていくことを多くのファンが心から信じ応援しています。